皆さんこんにちは。今回は八王子にあるぐるぐる大帝国さんのですね、夢と現実ガチャ、なんだこりゃ、面白そうなんでやってみました。1回3000円なんで、まあまあね、期待値高いはずですよね。1位はプレステ5みたいですけれどもね、他にもいっぱいあります。とにかく番号に合わせたゲームがね、割り当てられてて、それが当たるようです。もちろんハズレもあって、130とかこれくらいになると福袋でも、こっちの方が当たりなんじゃないかな。まあ、福袋もあればぬいぐるみとか、この辺りはなんか自由に取れるとかね、ここら辺はハズレなんでしょうね。200番あたりはちょっとハズレ。それでは行ってみたいと思います。3000円なんでね、結構頑張ってる感じがするんですけれども、どうでしょう。光ってるボタンを押す押したのかなっていうのはちょっと分かんない感じだったんですけど、多分押せてます。ということでガンチャがガンと出てきて、どうだ、おい、お、10、若いか、12番、若い番号はいいものが入ってんじゃないのか。12番っつったら相当当たりじゃないか。でん、121、12じゃなくて121はゲームでもないね。97までだもんね。ゲーム121といえば箱はでかいが猫ムード。まあね、まあね、まあそう簡単にはうまくはいかないでしょうけど、猫ムードちょっと嬉しい。ドキドキします。ドキ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 、当たりか外れかドキドキ。もう一回チャレンジ、2回目の3000円投入です。なんかね、やっぱゲームのガチャですから、ゲーム当てたいですよね。沼りそうな気もしなくもないんですけれども、ゲーム当てるまではやめらんないかな。はい、また押した感じがちょっとしないのがあれではあるんですけど、出てきました。もう一回、はい、あ、147じゃないよね今回は。47です。47、これはいいぞ。若い番号、これはさすがにゲームだろう。47、すぐにあった。ピクミン4、チャンネル登録よろしくね。もう一個ね、天国と地獄ガチャっていうのがあったんですね。こっちは1回1000円なんで、まあ期待値はちょっと低いですね。外れるとこういう雑貨とかそういうものの中から1個みたいな感じでもらえるようです。当たるともちろんゲームなんですけどね。ただこの Z 賞っていうのが当たると、なんか福袋ならぬなんかゲームが1個入ってる、そんな感じですね。天国賞、地獄賞っていうのがあるんですけどね、これ地獄っていうカード2枚でこのプロ野球スピリッツ2021が交換できるらしいんですよ。なんでね、地獄カード2枚取るのもこれかなり美味しいっていうか、僕これこのゲーム持ってないんでね、むしろこれが欲しいんですけど、高いんですよ。これ 4,5 千円するゲームなんで、中古でもね、2回とかで出たら超お得なんだけど、どうなんだろう出ないのかな。それはそれで、1回目が地獄賞、地獄賞、地獄賞ということで、地獄賞リーチ。あともう一枚地獄賞が出ればね、さっきのプロスピ出るんですよ。地獄賞単品だとね、なんかこんな感じなのかな。これもね、全部何枚か集めれば、 PS5 とかもあってね、30枚地獄賞集めればもらえるみたいですけど、まあいっぱいやんないといけないのかな。30枚を30回で出ないだろうしな。2回目のチャレンジ、えいちょっと押した感じがしないんだよなこれね。はい、出てきました。2回目は何だろう。地獄賞出てこい。地獄賞出ればプロスピ。あ、なんだこれ、 Z、 もしや Z 賞。 Z 賞はさっきのね、福袋というかゲーム1本、ソフト、何かしらが入ってるものがもらえそうなんで、後で交換してみます。で、3回目、地獄賞が出てくれれば。押した感じがしないので、いつもちょっと不安になるんですが、3回目、えい、うわー、また Z 賞多めか。まあ Z 賞は福袋みたいなもんなんでいいんだけどね。そして4枚目、地獄賞出てくれZ 賞ばっかりだと。地獄賞出ればプロスピもらえるんだ、地獄賞来い。4回目で、お、ちょっと黒いぞ。あー、
これはおおおおでん地獄賞出た、よかった。ということで地獄賞が2枚揃ったので、このプロスピーですね、2021、これ2枚 で、ね、ゲットできるって書いてある。はい、チャンネル登録よろしくね。はい、それでは戻ってきました。今回ゲットしたグッズですね、手でもう一回確かめてみましょう。先ほどの動画の中に入ってきたものですけど、順番にいきますね。一つ目がこちら、でーん、にゃんこ大戦争の、これは僕もゲームやってたんでね、覚えてますよ。これ猫ムートですね。猫ムート、嬉しい嬉しいけど、嬉しいけどどうだろう、3000円のガチャだから、まあ妥当は妥当でしょうけどね。まあ僕はにゃんこ大戦争好きだから良かったっちゃ良かったね。もう5年ぐらい多分やってないけど、猫ムートまだ現役なのかな、そこは気になるところです。なんか CM とかまだやってるからまだね人気なんでしょうけど、猫ムートが今現在どういう扱いなのかは気になるところです。続きましてこちらですね、でーん、ピクミン4 Nintendo Switch 版ですね。お店の人にこれ当たりですかって聞いたらね、これ結構高いですよって結構高いですよって言われたんで、まあいつもの通りヤフオクで調べたんですけれどもね、実際これ高いですね。4000円ぐらいします。イエーイ。まあ3000円のガチャなんで4000円だからかなりお得ではありますね。まあ僕がピクミンをやったことないんで、ピクミン4かピクミン1、2、3とか、なんかピクミンブルームとかいろいろありますよね。一回もやったことないから4からやってもできんのかな、ちょっとそのあたりは分かんないですけれども、やってみましょうか、せっかくの機会なんで。ピクミンやったぜ。で、天国と地獄ガチャで地獄カード2枚引いてゲットしたのが、今のところ僕の中ではこれが一番大当たりの大当たりの本当の大当たりです。プロスピ21ですね、グランドスラムスイッチ版。これ僕持ってなかったし、これは本当にね嬉しいです。これは今度やってみたいですね、マジで。2021だったらちょうど今からだと3シーズン前、まあ2シーズン前かな、与田さんの最終年か、ネオくんが野手で出まくってた時だな。ちょっと今度やってみましょう、バッターネオ確かめてみたいと思います。そしてこちらですね、 Z 賞で、このなんか福袋じゃないけど1本ずつソフトです。これまあ多分ゲームだと思いますけどね、多分ゲームだと思うし、これをそれぞれ開封したいと思います。こっちにも当たりが潜んでんじゃないのか、僕なんか僕の当たりとか結構人とツボが違うから、はい、ちょっと見てみましょう。まずはちっちゃい方ですね、なんとなくですけど箱の大きさ的にゲームキューブそれくらいかな、まあ DS じゃないかな、まあ何の箱だか分かんないけどね。それでは行ってみましょう。でん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 。さあ、あ、やっぱゲームだ。ビータか。ビータか。PS ビータ、ワンピース、ウェルカムプライス、ワンピース、バーニングブラッド。これは、いいんじゃないか。格闘ゲームなのかな。3対3のチームバトルって書いてあるから、格闘ゲームなのか。対戦アクションゲーム、バンダイナムコ。これはどうでしょう、ちょっとそのね、なんかハズレっぽいようなところから、 Z 賞なるところから出てきたゲームにしては相当当たりなんじゃないでしょうか。値段調べちゃおうかなあーすげえ当たりだ、やっぱりこれすげえ当たりですね。ちょっとまあネットヤフオク価格だと1500円ぐらいですね。大当たりじゃないですか。え、ぐるぐる大帝国さんかなり実は入寮店びっくりしました。これが大外れのところにいるのか。もう一個、じゃあこっちも期待感高まりますね。この大きさなんだろう、 3DS かな、ゲームキューブかな、なんだかわかんないんですけど、じゃあこっちも行ってみましょう。これも熱いな多分。えい、ああ DS か、 DS だ、 DS でこちらです。でーんおいでよ動物の森、こっちはこっちだな、
そっちはまあ外れかなって、まあゲームとしては最高なんだけど、おいでよ動物の森、これ僕もずっとやってたやつだな。最近これよく当たりますね。まあむちゃくちゃ売れたゲームだからこれ出るんでしょうとね。これね僕 2,3 年やってたんですよね。もうねなんか黄色の花とか青い花とかそういうの作るのにむちゃくちゃ時間かかるんですけど、頑張って作ってたんです。動物の森でした。ということで結局これね、3000円のガチャ2回と1000円のガチャ4回やったんで、まあ1万円分ですね。計1万円分でピクミンでしょ、ピクミン4でプロスピね2021、これもね結構な値段すると思うんですよ。これで動物の森箱付き、まあこれはちょっとね数が余りすぎてるんで大した値段にはなんないですけど、ワンピースの格闘ゲームビータ版、これも結構な値段だったし、でネコムート猫ムートは謎ですけど個人的には嬉しい。まあ1000円1500円分ぐらいの価値は余裕でありますね。かなりお得だったし、僕のツボもねしっかりついてくれたんで、また八王子行ったら行きたいと思います。川崎から八王子まあまあ遠いんで頻繁には行けないのが残念ですが、非常に大満足なくじでした。皆さんにもおすすめです。今回ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしていただけるとよろしくお願いいたします。それではまた。